はいどうもご覧いただいているのが王様と王女様、キサキ様ですかね。えー、コロナ禍の影響で2020年に消滅してしまった国があるということで調べてみたら、この国が出てきました。えー、ハットリバー広告というものがあったらしいですね。 で、この国がコロナ禍で滅んでしまったんですが、一体どんな国だったのかということをちょっとね、紐解いていこうかと思います。ちょっと下の方にずらしていきますね。えー、オーストラリアの西部、内陸に位置する国で、主な産業は観光。人口はなんと23人。まあ、なんなら中学生の集団に滅ぼされかねないという規模のミクロ国家だということって本当にあったみたいですね。国の母体となったのはオーストラリア西部の農場。はあ。 1969年にオーストラリア政府から言い渡された小麦の販売量割当てが不服だとしてその方針に反対。販売量割当ての変更か保証金が支払わされない場合独立するという要求を突きつけて独立したってことなんでしょうね。実は国際法の規定では経済土地が奪われる危機に頻した際には 分離独立することができるとされており、彼らの要求には一部の利があったということで独立したんでしょう。はい。果たしてこの要求は無視され、とうとう農場州レオナード・ケイスリーは、自分の所有する農場の土地を国土とし、ハットリバー広告として独立を宣言するに至ると。一体誰に対して独立宣言したんでしょうか当然、オーストラリアは承認などしませんでした。はぁ。えー、レオナード・ケイスリーは、 ハットリバー公、レオナルド一世と名乗り、えー、初代王国と国王となりました。レオナルド、オーストラリア政府の方針を無視して小麦の輸出を続け、観光客の受け入れを始めました。その後もオーストラリア政府とのトラブルは続きますでしょうね。とは言っても、手荒なことはしたくないオーストラリアは、税金の督促、郵便物の配達の拒否などの陰出な攻撃を行い、それに対してレオナルドもオーストラリアに対して宣戦布告するなど、 冷戦状態。<laughs> はい。そんな中でも観光客には人気の滞在先となり、年間数万人の観光客が訪れてたと。すごい <laughs> !23 人の国が数万人を呼ぶというね。これ、23人で経営してる店が、数万人の観光客を呼ぶと、もうとんでもない繁盛店ですね。何しろ国王自ら入国手続きと観光案内をしてくれる国なんて他にない。まさに、これが国王ですか。なんか、単なる出店じゃないですか。<laughs> はい独立を守りつつ2017年レオナードは息子のグレームに王位を譲りその2年後2019年、えー、穏やかな、えー、闘争の人生を終えるとお亡くなりになったんですかねグレームも父の死後も国家を存続させる計画であったようですがコロナ禍以降国境を封鎖しており観光客の受け入れもできずああ財政は悪化2020年8月 広告は解散となってしまったということで、いやわずか数年で使い果たしてしまうぐらい観光資源が薄かったのかな？この中のために消滅した唯一の国家であるということは記憶に留めておくべきです。ということですよね。へえ、これなら再生できるんですかね？あ、服部場高校の高？効果国家みたいですよ。聞いてみましょうか？ 竹中平蔵の、hey!『屁チャンネル』のエンディングみたいだ。